スタイル。東京ディズニーリゾート、そこは夢、感動、喜びにあふれた夢が叶う場所。さあ、あなたも夢への扉を叩いてみませんか。夢と魔法の王国、東京ディズニーランド。シンボルであるシンデレラ城を中心に、パーク内が冒険や童話、未来など人々に親しみやすいテーマに沿って7つのエリアに分けられています。ビクトリア時代の優美な建物が軒を連ねるストリート、ワールドバザール。ウォルトが生まれ育った20世紀初頭のアメリカの街並みにはショップやレストランが立ち並び、あなたを優しく迎えます。熱帯植物が生い茂る冒険とロマンの世界、アドベンチャーランド。ジャングルの奥では猛獣たちが、暗闇の水路ではカリブの海賊たちが、あなたとのスリリングな出会いを待っています。19世紀西部開拓時代をモチーフとしたウエスタンランド。廃校となった岩山を背景に、古き良き西部の街並みが見事に再現されています。夢とロマンにあふれるこのエリアで、開拓者たちのフロンティアスピリットに触れてみては。アメリカ川のほとり、小動物たちがたくさん住むグリッターカントリー。のどかな風景を楽しみながら、アウトドア感覚いっぱいのカヌー探検や丸太のボートに乗って愉快な冒険の旅に出発だ。童話の世界が広がるおとぎの国、ファンタジーランド。白雪姫やピーターパンなどおなじみのキャラクターたちが魔法の冒険に連れて行ってくれます。夢いっぱいのエリアで童心に帰ろう。ディズニーアニメーションのキャラクターたちが住むトゥーンタウン。あっちでもこっちでもいたずらな住民たちが仕掛けた愉快な事件が巻き起こっています。ギャグとユーモアがいっぱいの街で、見て触って遊んでアニメの世界を楽しもう。最新テクノロジーが結集した宇宙と未来の世界、トゥモローランド。遥かなる宇宙への旅や、おもちゃの世界の戦いに参加したり、モンスターと一緒にかくれんぼしたり、さまざまな未知との遭遇はドキドキワクワクでいっぱい。さらにパレードやショーのエンターテインメントも見逃せません。ディズニーの仲間たちのさまざまなハピネスをテーマにした楽しさいっぱいのパレード。誰もが思わず笑顔になる瞬間を、たくさんのディズニーキャラクターたちと分かち合いましょう。おなじみのディズニーミュージックに乗せてお送りする夜のパレード。ディズニーの仲間たちが夜のパークにまばゆいストーリーを描き出します。光と音楽に包まれた幻想的な世界をお楽しみください。シンデレラ城を舞台に、物語にあふれるディズニーの世界とプロジェクションマッピングが生み出す愛と感動に満ちたナイトエンターテインメントをどうぞお楽しみください。夢と感動にあふれる東京ディズニーランドで、ディズニーの仲間たちと一緒に素敵な思い出を作りましょう。海にまつわる伝説や物語をテーマにした東京ディズニーシー。冒険とロマンス、発見と楽しさにあふれるイマジネーションに富んだ新しい世界。時代や趣が異なる7つのテーマポートで構成されています。南ヨーロッパの古き良き港町、メディテレーニアンハーバー。美しい風景が広がる漁村、運河沿いのロマンティックな街、大航海時代の要塞という3つのエリアから冒険と発見の旅が始まります。アメリカンウォーターフロント、エネルギッシュな大都市ニューヨーク、そしてニューイングランド地方の素朴な漁村ケープコッド。スタイルも雰囲気も異なる2つの港町から、20世紀初頭のアメリカの歴史を感じることができます。美しい水辺の景色が楽しめる未来のマリーナ、ポートディスカバリー。世界中から科学者を結集して作られた気象コントロールセンターはフェスティバルも開催しています。最先端の科学技術を身をもって体験しよう。1930年代の中央アメリカ、カリブ海沿岸、ロストリバーデルタ。
何世紀もの間深い熱帯雨林に隠されていた禁断のこの地、探検家気分で古代神殿に潜む謎を突き止めよう。ランプの魔人ジーニーが作った魔法と神秘に包まれた世界、アラビアンコースト。シンドバッドと冒険の旅に出かけたり、ジーニーのはちゃめちゃなショーを楽しんだり、また不思議な世界をたっぷり楽しもう。人魚姫のアリエルたちが住む賑やかなマーメイドラグーン、陽気な海の住人たちがゲストのために作った楽しい乗り物や遊び場がいっぱい。海の仲間たちが自由に泳ぐ海底王国で愉快なひとときを。南太平洋に浮かぶ火山島ミステリアスアイランド、不気味な核火山プロメテウスのカルデラ奥深くに謎の天才科学者ネモ船長の秘密基地があります。未知の出来事が待ち受ける深海や神秘と脅威の地底世界へいざ出発。さらにショーなどのエンターテインメントも見逃せません。世界一周の旅から帰ってきたミッキーマウスがゲストの皆さんに世界中の楽しいお土産を紹介。お土産に扮したディズニーの仲間たちが次々と登場する中、ハプニングが続出。おもてなし役のルミエールは大奮闘。スイングジャズに乗せて送るスタイリッシュなレビューショー。ビッグバンドの迫力あふれる演奏をバックにジャズシンガーが歌声を披露し、ダンサーはエネルギッシュなパフォーマンスを披露します。ミッキーマウスの素晴らしいドラムプレイは一見の価値ありですよ。夜のメディテレーニアンハーバーを舞台に魔法使いの弟子となったミッキーマウスがイマジネーションの力を信じてディズニーファンタジーの世界を創造していく壮大なナイトエンターテインメント。あらゆる人々の冒険心を奮い立たせ、時空を超えた航海の扉をあなたもぜひ東京ディズニーシーで開いてみてください。東京ディズニーリゾートでは遊び方に応じて様々なチケットをご用意しています。マルチデーパスポートは日数が増えるほどお得。3日目からは両方のパークを自由に行き来できます。スターライトパスポートは土日祝日午後3時から。アフターシックスパスポートは平日午後6時からご入園いただけます。そしてイクスピアリ1階にある東京ディズニーリゾートチケットセンターでもチケットはご購入いただけます。取扱いサービスは2つのパークの前売りチケット、ギフトカードの販売、各種年間パスポート引換券の販売及び作成、パンダフルディズニーの入会申し込みです。物語とエンターテインメントにあふれる街イクスピアリ、魅力あるテーマによって集められたショップやレストランはファッションやグルメはもちろん、シーズンイベントやワークショップなど驚きと発見に満ちた楽しみが盛りだくさん。対象チケットを見せると特典が受けられるチケットでお得なサービスを利用すればより充実した時間がお過ごしいただけます。詳しくはパンフレットをご覧ください。東京ディズニーリゾート内の移動に便利なのがディズニーリゾートライン。2つのパークを囲むように運行し、4つのステーションに停車します。 JR 舞浜駅をはじめ、東京ディズニーランド、東京ディズニーリゾートオフィシャルホテル、東京ディズニーシーなど東京ディズニーリゾートの各施設を移動することができます。ブルー、イエロー、パープル、グリーン、ピーチといった爽やかなカラーリングの車両に、車内は座席も広々として開放的。ミッキーマウスの形をした窓やつり革など、東京ディズニーリゾートならではの楽しいデザインにあふれています。期間によって特別なデザインのモノレールが走行し、楽しい旅のひとときを演出いたします。
ここでは魔法に包まれた3つのディズニーホテルをご紹介いたします。ディズニーキャラクターたちが生まれ育った1930年代のアメリカをテーマとしたディズニーアンバサダーホテル。ロマンティックなアールデコで統一した外観やインテリアがゆったりとしたくつろぎの雰囲気を醸し出します。またところどころに顔を覗かせるディズニーキャラクターのモチーフが楽しいひとときを演出いたします。ときめきの余韻をそのままにパークの中に宿泊できる東京ディズニーシーホテルミラコスタ。古き良き時代を思わせるイタリアンクラシックをコンセプトにした上質な空間で皆様をお迎えいたします。パークでの冒険の後はエレガントなゲストルームで、優美なインテリアとさりげなくデザインされたディズニーキャラクターたちが安らぎのひとときをお届けいたします。東京ディズニーランドの真正面に位置する東京ディズニーランドホテル。東京ディズニーランドのワールドバザールの街並みと同じビクトリア朝様式のデザインが作り出す壮大かつ豪華な雰囲気は、客室やロビー、レストランなど館内の随所に織り込まれています。パークの余韻に浸りながらディズニーストーリーに包まれてゆったりとおくつろぎください。レストランのお問い合わせ、ディズニーホテルのご予約に関するお問い合わせはこちらまで。東京ディズニーリゾート内に位置する6つの東京ディズニーリゾートオフィシャルホテル。オフィシャルの名にふさわしい優雅な空間は、訪れた皆様に快適で贅沢なひとときをご提供し、パークでの夢の体験をサポートいたします。ファミリー向けのホテルからハイグレードなアーバンリゾートホテルまで、さまざまなホテルがあり、それぞれ抜群のロケーションを兼ね備えています。ホテルからパークへの交通はディズニーリゾートクルーザーが便利です。各ホテルからリゾートラインのベイサイドステーションまで無料にてご利用いただけます。いかがでしたか？さあ、あなたも素敵な夢の時間をお過ごしください。お問い合わせご予約はご覧の番号まで。
なピラミッド。冒険にはいつも危険がつきもの。勇猛果敢なあなたの瞬間写真はいかが？父の面目丸つぶれね。やっぱり女の子はアリエルに憧れるのね。きっと忘れられない思い出ができたんじゃない？さあ、最高の思い出を写真という形に残しましょう。フォトサービスであなただけの思い出を写真に残してください。